年収チャンネル。はい、年収チャンネル上本です。みさきです。はい、今回引き続き損保形成法の河合さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。前回の回ではですね、損保形成法ってどんな会社なのとか、年収ってどうなのみたいな話をお伺いしたんですけれども、生命保険業界ってどうなのみたいな話をちょっとしたいなと思ってるんですけど、内資系外資系関わらず生命保険業界どう現役社員の方は思ってらっしゃるのかっていうのをちょっと聞きたいです。危機感しかないですね。少子高齢化ってどこの業界も言われていると思うんですけど、損保形成法は3社ともにですね、代理店ビジネスっていうのを主軸に、利益を出しているんですけども、いろんな代理店があるんですけれども、1人であったり2人であったり10人規模で、仕事をされている代理店さんの数が圧倒的に多いんですね。10人規模のトップの平均年齢ってもう60近いんですよ。ものすごい高齢化が進んでるんですよ。ほぼ10年20年前に販売した自動車保険であったり家の保険とお客さんに生命保険を今販売をして提案をして、医療保険であったりがん保険であったり、はいはいはい、っていうのをここ数年販売を続けているんですけれども、聞きやすいところはもう大体行き切ってるんですよね。だからこれからどうするのっていうのが共通の課題で、おじいちゃんになったらがん保険入れないんですよ。保険料も高すぎるし、何売ればいいのっていうふうに、今悩んでるのがその10人であったり20人規模の代理店さん、共通の悩みなんですよね。損保形成法さんは他の例えば四大成法とかと比べて販路が狭い分より衰退しやすいんですか？衰退しやすいっていう認識はないんですけれども、ただ今までどうしても既存のお客さん、損保契約って毎年更新があるので、自動車保険って1年ごとに更新があるんですね。携帯電話と同じような形なので、必ず1年に1回お客さんに会う機会があるんですよ、はいはいはい、最初の数年間頑張ってしまえば、お客さん1000人例えば自動車保険で確保できれば、来年も1000人近くと会う機会があるので、そこで重ね合わせで提案することがしやすいんですよ。なるほどですね。だけ販売される方って同じ方に何度も訪問って結構しづらいじゃないですか。づらいですね。去年も来たよねみたいな、はいはいはい、それを契約内の確認とかいろいろニーズをつけて、損保は別にそれしなくても訪問できるので、はいはいはい、新規開拓をそこまで製品だけを販売している方に比べるとしなくていいので、新規開拓をそれまでしなくてもいい状態で生活をしてきた50代60代の方が、新しく販路を拡大するために飛び込みできますかっていうと、どうですかね。なるほどですね、はい、でもそれはあるかもしれないですね。損保形成法は損保っていう強い商品を持ってるので、はいはい、それをフックに契約を取りに行くとかっていうのはできるかもしれないですね、はいはい、そうですね。その逆に独立形成法さんはもう何もないというか、自分たちの商品力と人間力で戦いますみたいな感じなんで、その、はいはい、まあ、フックを作るためにこっち側が損保に参入してるとか、なんかいろいろ商品作ってるとかっていう背景もあるんですけど、契約の安定性というか、あんまりリプレイスもされなさそうなイメージを持ってるんですけど、まあ、正保の契約を切り替えるみたいな話って多いんですか？理想は多くなってほしいんですけど、なかなか今まで損保だけで生活をできてきた人たちが多いので、その方に合わせて正保も提案をしてくださいっていう理想を伝えても、結局今まで損保の商品だけ販売して生活できてきたわけだから、もう荒らしたくないんですよね。変に政府の提案を追加して、そうですね、収益馬車になっている自動車保険が、ね、ネットでいいよって言われてしまうとマイナスになってしまうので、それだけは避けたいので。ジレンマですね。じゃあ全然どこもですね、その損害保険のお客さんに政府を提案できてないんですよね。逆に今は生命保険だけ販売してきた方、損保手伝いなんですよ。なのでその方に損保を売っていただくっていうことで、我々会社の方が力を入れて来てますね。損保形成法さんっていうのは母体の方は海外進出、特に、マリンさんとかは今一番積極的なのかなとかって思うんですけれど、生保側は海外進出はするんですか、してるんですか？これからしようとしてるんですけど、どうしても損害保険だと自動車であったり家の保険って、別に日本であろうが、アジアであろうが、どこでも似たような形で保険を作ろうと思ったら作れるんですけど、生保に関してはなかなかその土地土地で人柄っていうのもあるので、うまくその海外に進出はできないんですよ。そうですよね。なんかそういう意味で買うわけですよね。もう買います、はい。でマネージャーとして普通に
っていう資本力みたいなところでいくと、はいはい、損保系の製法さんは海外製法 M&A できるような資本力っていうのはあるんですか？ないですね。なんか手詰まりというか、国内でなんとか頑張るしかないっていう状況なんですよね、今はもう国内で。ですよね。そうですね。損害保険を販売でされている代理店さんに販売したか、あとは銀行であったり、そのマーケット持っている大きめの代理店さんと B2B で話を進めたり、はい、海外進出に関しては親会社がもうガガッと大きいのを買って、ここに、マネージャーとして子会社である社員たちが執行という形でいくっていうケースが、そういう形になってくる。はい、これから多いと思います。こっからの生命保険業界っていうのは勤めるべきなんでしょうか？どう思いますか？個人的な意見になってしまうんですけど、結構最近もう働き方改革って、まあ、日経新聞だともいろんな人がやってるんですけど、実際大手って変わってないところと変わってるところに二重化してると思うんですよ。大手やめてフリーランス、これからそのフリーランサーが増えるときに、基本的に生命保険って国内で何かあったときっていうのを前提に商品が設計されているので、海外でもフリーランスで仕事できるなんて、これからますます増えてくると思うんですよ。そういう人たちにかける保険っていうのが、今の国内製法の、もしもし損保系製法のかなり弱いので、そういうふうな保険っていうのを開発することができれば、この未来っていうのは、まあ、そういう時代に落ちていけるのかなと思うんですけど、まだ今時代に合った保険っていうのがどうしても介護とか国内に目を向けているので、はい、今後の商品開発次第、結構銀行製法、社員保産業って言われてるというか、まあ、僕も働いてる時から言われてたので、どうしようかなと思ってたところあったんですけど、まあ、マーケットはどんどん縮小していくわけじゃないですか。そこに新しい商品を入れるか、海外とか、あるいはなんか全く別の収益柱を立てるとかっていうのがないと、ちょっと今のままだと厳しいことですよね。ちゃんと分かった上で入った方がいいかもしれないですね。今働いて40年とかだったらまだ生き残ってると思うんですよ。規模はどん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 なんか縮小していくので、今の業界内のプレゼンスみたいなので見ない方がいいかなっていうふうには思って出るんですよね。結構人気じゃないですか。就職ランキングで結構上位に入ってますね。はい、まあ、社内でも若手の退職が問題になってるんですよ。なので年次で言うと、もう3年とか4年で辞めちゃう人、結構ここ数年でずっと上がってて。あ、なるほど。で30前後になってくると減るんですけど、結局あんまり業界を変えることができない人が多いので、まあ、同じ業界、保険業界の中で移動するっていう方が多くて、でも40代になってくると、もうなかなかやめなくてしがみついてっていう人が多いので、結構イメージは違うっていうのは知っておいた方がいいと思いますね。なるほど、わかりました。まあ、結構リアルな保険会社勤務っていうの話ですね、これは。なんでそういうところも知った上で会社選びっていうのはした方がいいかなというふうに思います。はい、なんか貴重なお話どうもありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。随時更新中です。これはめちゃくちゃ役立つからね、見てね。先の一言、ちょっと大変そうな業界だなと感じてしまいました。